はい、16歳ドッキリクッキリさんです、はい、動物の鳴き声の英語での言い方がいまいちどんな感じなのか分かりません。梶原先生教えてください、はい、うん、動物の鳴き声の英語での言い方がいまいちどんな、犬がワンワンでバウワウみたいなのが、あ、まあ、そんなのドゥドゥルドゥは何だっけ、ニワトリ、ニワトリ、コケコココココ、カエル、うん、リービットリービット蛍光光みたいな。カエルの形だよ。鳴き声そういうこと、うん。リビットリビットって書くんです。これあのリビリビットとか。あ、じゃない。そうかカエルっぽかった。全然じゃない。リービットリービット。どうした？いやそのぐらいのまあテンポ感で言ってるんですよ、カエルって。ほんま？うん、外国の中でカエルの鳴き声してってたらそうやって言う？そう言います。ゲロゲロじゃないです。なんかリビットリビットの方がなんか、リビット、ああ、なんかこっちの方が、いやそれはゲロゲロ、ゲロゲロや。うん、じゃリービット、リービット。なんでそうリズムとの。でもこれ全然。そうだ。まあ、じゃあちょっと次。